皆さんこんにちは、ベンマックスです。ご無沙汰しております。今日はですね、このカシオーク、GA2100SKE-7JFAJF ですね、これをですね、ちょっと予約しときまして、取っといてもらったんですよ。で、それを今日ちょっと取りに行ってきまして、これの、まあ、紹介といいますか、まあ、こういうものを買ってきましたという報告ですね。ウルトラアストランさんも購入されたそうで、このスケルトン、今はあまり感じないですけれども、これ夏場になったら、つけて歩きたいなという感じになっていくんだなぁ、というのは今思っています。それでですね、この今入手困難なブラックなんですけれども、このブラックもですね、このブラックも何て言うんですかね、 G-SHOCK の一つの分岐点だったんじゃないかなと思います。レギュラーモデルでね、非常に薄くて軽くて、カーボンコア構造で使いやすいっていう、あとかっこいい八角形でかっこいい、どっかのAP ですか、ロイヤルオークに形が似てるということで、なんかカシオークと言われてますけれども、まあなんか世界的に言われてるそうですね。なんでこれも一つのね、カシオのちょうど何て言うんですかね、カーボンコアを採用した分岐点でまたブレイクして、なかなかカシオさんもうまいことやったなと思ってます。で、まあ過去にね、G-SHOCK ってブレイクしたきっかけとかありましてね、それがまあこれですね。これはですね、実は再販されたやつなんですよ。で、これ25周年記念モデルでですね、この時同時に発売になったのがですね、フロックマンのドーンブラックっていう、黒金のフロックマンが、GW225A、だったかなっていう品番のものを、実はそれを買いに行ったんですけど、何を間違えたかですね、これも同時に売られたんですね。で、まあこれイルカクジラモデルなんですけれども、これがきっかけで、その G-SHOCK がブレイクしたと言っても過言じゃないという時計です。ここら辺からG-SHOCK の認知度がこうガンと上がって、フロックマンに火が、その飛び火がね、これが発売になった前後かなんかで、クロキンガエルが出てきたんで、多分そうですね、クロキンガエルのが1995年ですね。で、イルカクジラモデル、これは第5回のイルクジなんですけれども、これが1996年みたいですね。だからこっちの方がちょっと遅いんですけれども、やっぱりクロキンガエルは速攻で売り切れたみたいで、その後にこれが出て、ドカンとG-SHOCK が売れたという感じで、ブレイクしてね、これね、本当はオリジナルがね、欲しかったんですけれども、オリジナルのこれ型番はですね、確か DW6900K8BT っていう、ものなんですね。ここにオールアズワンってあって、これ、イルクジの再販のものなんですけれども、私これ取って、お店の人にね、どうしますかって言われて、並んだんですよ、朝。
これはヨドバシさんのねところで、で DW6900K8BJF というちょっと変わった違う番号になったんですけれども、僕も、でも今考えたらこれ買っといてよかったなと思って、多分 G-SHOCK の方はG-SHOCK のフロックマの方は多分寝かしてたかな。これもあまり使ってないんですけれども、ね、これもほらあれですね、もう基盤できてしまいまして、ずーっと暗証で保管してたんですけれども、でもね、もう本当に黄色くなっちゃうと真っ黄色になっちゃいますからね、まだ少しはマシかなと思ってるんですけれども、これも今カシオさんにお客様相談室にちょっと問い合わせてみたんですけれども、やはり黄ばみは避けられないということで答えをいただきました。なんでそれを進行を遅らせるのは、豆に拭いて水で豆に洗って、そして柔らかい布で拭いてくださいと、そういうふうに言われました。そうすると多少は黄ばみが遅れるということらしいです。でベゼルの部分まで水つけちゃうと、この一応防水なんですけど、この裏から侵入してってここに入ってきちゃう可能性があるので、できればベゼルの方はただ拭くだけにしてほしいっていうふうに言われました。そういうふうに言われましたんで、ゲットされた方もこっちもいいか、ゲットされた方そういう感じで大事に使っていきましょう。ただこういうね、針のやつは最近のやつはかっこいいんですけど、昔のね特別なモデルになると液晶に絵が浮かぶっていうやつはね、ちょっとないのが最近残念ですね。残念じゃないと思う人もいるかもしれないですけど、私はちょっとね、こういう今ちょっと見にくいですね。ね、イルカだかクジラだか分かんないですけど、ね、こうやって浮かぶのがね結構好きで、これも一つの分岐点の時計だったので、これはもう手放さないで家にずっと取っておきたいと思います。なんかね、このカシオオークがまた分岐点になったんで、この2つはもう一つはあるんですよ。迷彩柄の、ここ迷彩柄のやつなんですけれども、これちょっとちょっと今しまってあるんで、あれだ、ちょっと持ってくればよかったんですけれども、3本になりましたんで、これ次赤狙ってみようかなと思って、もし廃盤になるとしたら赤なんか廃盤になりそうな気がしませんか。なんかそういう気がするんですけれども、なんで廃盤になりそうなカラーをちょっとゲットしていきたいなと思います。でね、この間グラビマスターなんだったっけな、型番忘れましたけど、前レビューしたやつでですね、ロイヤルエアフォースの時計なんですけれども、あのクラスの時計になってくるとなかなかたくさん買えないんで、こういうスタンダードなモデルをですね中心に買っていきたいなと思ってます。はい、今日は以上で終わりにいたします。チャンネル登録、グッドボタンを押していただければ大変励みになりますのでよろしくお願いいたします。これね、
なんかヤフオクでもプレネがついてるみたいですけれども、プレネ、でも黄ばんじゃうかもしれないというね、ちょっとその時間が限られてるっていうところがちょっとそうですね、ネックと言いますか。ただこうやっぱりこういうのもね、樹脂ですから、これもやっぱりそのうちボロボロになるのかなって思うと、そうですね、やっぱり樹脂使ってるからにはそういう宿命を背負ってるということなんで、まあ大事に使っていけばなんとかなるなとは思ってますけれども、はい、そうですね。では失礼いたします。今日はこんなものを買いました。これですね。はい、どうも失礼いたします。